ねずたまゆちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今日ね9月の21日なんですよね。で今のユニバはですね、ハロウィンイベントと鬼滅イベントがやってて、すごいね混雑してきてるんですよ。だから今日はですね、ハロウィンイベントと鬼滅イベント開催中のユニバのパークを一周していきます。でちなみにですね、今後もこの TV ではまたねユニバのパークを一周して、またパークの変化とかパークの混雑具合を報告するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね行きます。豆つの刃。はい、じゃあ今日もですねめちゃくちゃいい天気ですね。で年パスの予約券と当日券はですね、今日はですね販売されてないですね。で最近はですね、まあ、どっちもね売ってないので、行く方はですね予約がね必須と思います。で営業時間はですね、平日が9時から20時で、休日が9時から21時なんですよね。そして今日ね閉まっちゃってるショーとかアトラクションですね。そして今日はですね8時半にアーリーパークインして、8時45分にね一般オープンしたらしいです。で平日がだいたいそのぐらいの時間帯で、土日がですねだいたい8時にアーリーパークインして、8時半にね一般オープンすることが多いですね。そしてチケットブースはですね7時半にねオープンしました。でも休日はですねだいたい7時ぐらいにねオープンすることが多いです。で今日のねワンピースのプレッシャーのチケットはですね普通にねハマってます。そして今日のね、エントランス付近の様子ですね。でもね今ねその今月末で緊急事態宣言が解除になるかもって話出てるじゃないですか。でもし仮に解除になった場合はですね、もしかしたら入場緩和する可能性があると思うんですよね、だからもしかしたら今よりね人がね増える可能性があると思います。そして今日もですね、鬼滅の刃がある方向のスペファン付近からですね一周してきます。その前にずっと閉まっているこちらの 4D シネマがですね、なんと結構工事が進んでるんですよね。ほら見てくださいよ、なんかかなりなんかすごいなんか進んでるよねいやなかなかないですよ、ここがこんな風になるって。いや次ですねここの 4D シネマが復活した時ね、またね楽しみですね。でこちらのステージ18でやってる鬼太郎のアトラクションなんですけども、普段はね、整理券が必要なんですけども、最近はですね昼の2時頃からですねフリー入場できる機会が多いんですよ。しかも結構5分待ちとかもあるんですよね。だから鬼太郎に関してはもう結構早くね行きます。めちゃくちゃ回転率ねいいねアトラクションなんで、その分ですねフリー入場になってると思うんですよね。そして今日のですね、鬼滅の刃エクサライド付近ですね、相変わらずですねここら辺はですね人が多いですね。そして、大人気の、ねずこのポップコーンバケツのカートなんですけども、16日がですね14時にね売り切れになっちゃって、17時が10時半に売り切れになっちゃって、その後はですね9時頃に売り切れになることが多いらしいですよ。だからこのねずこのポップコーンね買いたい方はですね、ほんまにその公式オープン前にね並ぶ方がいいと思います。鬼滅のフードカートもですね混んでますわ。そして鬼滅のグッズショップなんですけども、前みたいに入るまでに1時間とかはかからないんですけども、やっぱりちょい並ぶって感じですよね。ですけどね僕はですね今回ですね10分で入ることができました前よりはね早く入れますわ。そしてノーリミットタイムが行われるグラマシーパーク付近の様子ですね。でここはですね夜ですねその DJX のショーがね行われるんですけども、前に比べたらホラーナイトもですねだいぶと改善されてますね、感染症対策に関して、前よりはだいぶと安心して楽しめますわ。またねその改善点とかの動画ねまた上げようかなと思ってます。でスパイダーマンザライダーですね9時45分からスタートですね。そして今日のですね、ニューヨークエリアの様子ですね。で最近ですねめちゃくちゃ涼しくなってるんですよね。だいぶと快適にパークで過ごしやすいわ、めっちゃ過ごしやすい季節、もうこのぐらいがですねめっちゃいいですよね。
そして、まあ、ラグーン付近の様子ですね。まあ正直言って、まあ、鬼滅の場所以外はですね、結構ね快適に過ごすことができますね。いや、ここの風もすごい涼しいわ。そして、まあ、西道でやってる藤の花食事処なんですけども、まあ、前はですね、まあ、入るまでに60分待ちとかやったんですけども、今はですねかなりね早い時間帯で入りますわ。今4列ぐらいしか人並んでないですもん。ミニオンはちゃめちゃライドはですね9時半からスタートで、ミニオンはちゃめちゃアイスはですね10時15分からですね。そしてこのままですねミニオンパークね行ってきます。いや、ここもいい具合の季節ですわ。もう夏終わってんで。そして今日のですね、まあ、サンフランシスコエリアの様子ですね。まあ、ここはですね、まあ、特にね何も言うことないっすわ。そして、まあ、ゾンビ見るための足元マークもですねめちゃくちゃ増えてますね。そして、まあ、3時の海賊レストランも相変わらず大人気で、全部ねソールドアウトですよ。人気すぎひん、マジで。お豆のやんちゃレストランしたらどれだけ人来るのかな。そして今日もですね安定にジュラシックパークエリアね行ってきます。で、ダイナソーは9時半からで、そして、まあ、ジュラシックパークザライダーですね10時からですね。いやー、今日めちゃくちゃいい天気ですね。いや、この音楽聞くだけでもテンション上がりますよね。ジュラパライドですね。ここのエリアもですね、まあまあ人がいますね。そしてなんと今回ですね、ホラーナイトのゾンビがですね、増えたんですよ。で、今回ですね、夜になったらこのね、ジュラパエリアに部族ゾンビが出てくるんですよね。いや、部族ゾンビ大復活ですよ。マジで部族でした。そして安定に、まあ、ウォーターワールド付近の様子ですね。で、こちらのゾーンはですね、やっぱ結構任天堂ワールド行く人が多いですね。じゃあこのままですね、マリオの世界ね、行ってきます。はい、じゃあね、まあ、マリオの世界と続く道ですね。で、最近はですね、また任天堂ワールドの整理券も復活してて、まあ、朝からね、整理券配布になってるんですよ。しかも結構ね、遅い時間帯の整理券になってて、まあ、今のね10時の時点でなんと15時の整理券になってるんですよ。だから任天堂ワールド行きたい方もですね、早めにですね、まあ、整理券取った方がいいと思います。はい、じゃあ今日もですね安定にですねマリオの世界行ってきます。はい、じゃあ今回もですね安定にですね任天堂ワールドやってきました。はい、じゃあ今回もですね安定にですねこちらのエリアね一周してきます。いや、でもね、まあ、入場制限してるせいかそこまでね人が多くないような気がしますわ、うん、今多分ねより強い入場制限させてるせいと思いますね。だからまあパワーアップバンドのアクティビティもですねもうすぐに体験できそうですね。これでしたら、まあ、5分ぐらいで体験できますわ今日は。いやー、めちゃくちゃいい天気ですねここのエリアは。でも普通に空いてるわ、うん、エリアの中自体は。だから入ってしまったら結構快適に過ごせますわ任天堂ワールドは。そして今回もですね、まあ、一番下の階にね行ってきます。
でもそこまで混んでるって印象ないっすわ、やっぱり。だってマリオとルイージのグリーティングでさえも、まあ、大体まあ20分ぐらいで体験できるかな。生で唐辛子食べた後の唇、うん、入場制限してるはずやけど、ニンテンドーワールドめっちゃ空いてるわけよ。いつもより快適に過ごせますよこれ。そして今日のですね、まあ、ジョーズ付近、まあ、アミティのね様子ですね。いやめちゃくちゃ穏やかな風が吹いてますわ。そして最近はですね、普通にゲームコーナーもね空いてるところが多いですわ。そして安定ですね、今日も魔法界行ってきます。そして今日のですね、まあ、魔法界で続き道ですね。まあ今日はですね、やっぱちょっと人が多い気がしますわ。はい、じゃあ安定ですね、魔法界やってきました。やっぱり歌うよこの歌。あ、今日の魔法界ですね、賑わってますね。結構人が多いような気がしますわ。そして今日のですね、まあ、いい天気ホグワーツですね。いやめちゃくちゃ映えるな今日は。ほんまでええ天気、マサイ族並みのジャンプ力やん。じゃあ次は安定の定にワンダーランドですね。でワンダーランドのアトラクションの運営時間なんてのも大体まあ10時15分からスタートするとこ多いですね。そして今日のですね、ワンダーランドの様子です。いやでもここのエリアですね、今年ハロウィン装飾ないのがすごい寂しいですね。これ毎回言ってるけどね。ほんまに見てんじゃないか。そして今日のですね、まあ、セントラルパーク付近の様子ですね。まあ、シャーロックホームに関したら、まあ、整理券ね必須となってますね。やっぱシャーロックホームズはね結構人気ですよね。で今日のですね、まあ、ハリドリ付近の様子ですね。それにしても、まあ、最近のハリドリはですね、絶対に何かしらのコラボしてるイメージありますわ。今ね、ラタタともコラボしてて、さらに、まあ、鬼滅の刃ともコラボしてるじゃないですか。で、前まで、まあ、コナンともコラボしてましたし、うん、絶対ね、何かしらのコラボ曲入ってますよね。絶対なんか入ってるイメージありますわ。はい、じゃあまたね、ここにね、戻ってきました。で、やっぱり昼過ぎになったらですね、やっぱり朝よりはですね、やっぱ混んでないですね、この屋根下も。でも最近の傾向では、ほんまにその18時以降からね、混む傾向があるので、ぜひね、ホラーライト楽しみたい方はですね、ぜひね、気をつけてください。はい、じゃあね、ハロウィンと鬼滅の刃が始まってるね、ユニバのパークをですね、一周してきました。まあ、鬼滅とハロウィンの影響で、他のエリアもやっぱ混んでましたね。けど、やっぱりその鬼滅の刃関係はですね、やっぱ結構混みやすいので、行く方はですね、ぜひね、気をつけてください。はい、じゃあね、またね、これからもいろんな動画上げると思うので、チャンネルのグッドが、スイッチボタンを忘れてだけで、バーイ。
Thank you.